こんにちは、今日はですねブドウモチーフにして、作られた万年筆、とてもですね美しい、3種類を、ご紹介したいと思います。まず1本目は eBay で、発見してます。これオマスのクリュグですね。クリュグってご存知の通りシャンパンのメーカーです。これシャンパンの樽で、軸を作ったという万年筆ですね。で、なので、まあ、樽独特の味わいというのが軸に現れてるなという一本で、匂いがするかどうか定かではありませんが、お値段今の価格で今のカースレート、今のヴィンテージの扱いの価格で15-16万円ですね。結構、当初も12万ぐらいしてたと思います。約10年以上前ですね。10年近く前、12万ぐらいで買えたやつだったかなと思います。当時欲しかったんですけどなかなか手に入らなくて、でまあこう eBay を見てたら見つけたという次第です。これとても気に入っても、欲しい万年筆です。同じくですね eBay で、1本だけ出てます。デルタのキャンティです。これはもう見た通りでワインの色ですよね。で かつペンクリップのところはこのブドウのなんとも凝った可愛らしい、ペンクリップになってます。こんな感じで、ほとんど綺麗だよっていう感じで売ってます。これも今のレートで15万ぐらいかな。ですんちょっとですね、あの僕これ残ってるのボールド B ですね。かなり極太のペン先なのでちょっとためらってます。あの右上に病院限定って書いてありますが、これあの本店ペン、ホスピタルエクスクルーシブっていうのがそのまま直訳されてるだけで、ちゃんとそういうところで修理メンテされたペンですよっていうことが言ってあると思います。もうちょっと欲しいんですけど、今これリミテッドで100分の51番ですよね。まあ、イタリア製でペン先は18キャラットの、まあ、ブロードなんですよね。ブロードがちょっとなと思うんですけど、で、そこにつらつらつらと書いてありますね。これ欲しいです。すごく欲しい。これ F だったら買っちゃうかもしれません。まあ、M でも買っちゃうかもしれないですね。これはですね、出た当時は知らなかったですね。でもこれ綺麗です。さすがですよね。イタリア製って派手ですよね。続いて、これもイタリア製なんですけど、こっちはお安いバージョン。ビスコンティのビンアート、ブドウ園という名で、おそらくこれ、ゴッホのブドウ園の類の絵画からインスパイアされてこの色合いにしたものなんでしょうね。ちょっとブドウってイメージじゃないですけど、タイトルにブドウ園ビンヤードとある通りでやっぱりブドウモチーフにしてる。でもう一本あって、実はレッドビンヤードっていうのが、赤いビンヤードというのがビスコンティで出てまして、こちらですね、月々かもしれませんがこちらは独特な色合いですよね。でこれも新品で、ビンヤードどちらも2万円から3万円の間で売ってるような感じで、まだ新品なんで、まあ、しばらく経っても手に入るんじゃないかなと思います。今日はちょっとこの辺で終わります。ブドウな万年筆4種でした。